川湯温泉川湯温泉仙人風呂川湯温泉は、和歌山県田辺市元宮町にある温泉。熊野川の支流である大東川の左岸に、旅館や食堂、共同浴場が存在する。河原を掘れば温泉が湧くことが大きな特徴である。川の流れの中にも湯が湧いており、川底から気泡が上がるのが見える。川の流量が減る当期に、 川をせき止めて作られる巨大な露天風呂、千人風呂が有名。連休の昼間には、たくさんの観光客が訪れ都会のプールのようになるが、夜間や早朝には、満天の星の下でせせらぎを聞きながらの歪みが楽しめる。2006年末の千人風呂は、温泉街から橋を渡っていく場所に設置されており、橋は22時から6時30分まで施錠される。 千人風呂が開かれている1月中に湯船に木製のカルタを浮かべてカルタ大会が行われる。温泉からは熊野本宮大社へも近く車で10分ほどである。古くから温泉利用されており、千人風呂は江戸時代初期に始まったとされる。1957年9月27日、厚生省国時代3 1 5号により、 熊野本宮温泉郷の一部として、湯の峰温泉、渡瀬温泉と共に国民保養温泉地に指定された。共に国民保養温泉地に指定された湯の峰温泉、渡瀬温泉とは毎年10月に県輸祭りを開き、熊野本宮大社に県輸している。千人風呂でのカルタ大会は2001年から始まった。2018年8月23日、 台風20号が襲来し、床上浸水22個、床下浸水2個と、田辺市元宮町で最も大きな被害を受け、全宿泊施設が休業となった。温泉街を通る道路は陥没し、同日から全面通行止めとなった。2019年4月27日放送の NHK 総合テレビジョン、ブラタモリで、川湯温泉が取り上げられた。ありがとうございます。